はい、皆さんこんにちは、アチでございます。信長の野望戦国群雄伝ですね、やっていきましょうと。今2を押してたのね。開墾やっていきましょう。みっちゃんで75でやっていきましょう。あ、これ楽だな。足して3の倍数になるって思ったらすごい楽だね。はい。でもね、たまにね、足し算ができない時あるんで、その時は終わってしまいますね。もう、四足印座ももうならなくなってきちゃった。だってなかなかすることないわね。もう電卓すぐ使っちゃうしね。もう私のそろばんのね、そろばんの、私のそろばん3級ももうかなり錆びついてんでね。2桁の掛け算ができないっていうのがもう終わってますもんね。本当ね、2桁の掛け算割り算ができなくなりましたからね。長いことやってなかったら。ねえ。さあ、開墾行きましょう。あ、私だ。90。はい、ドーンと。で、治水が下がるだろうから、治水もやっていきましょうよと。ちょっと待って。あ、ダメだ。ダメだ。兵糧占いと。ああ。これダメだ。兵糧占いと。ダメ、あふれる。ああ、畠山さんを打って、あ、66にも折れる。あ、よかった。あ、いや、いいです。あ、66にも折れたか。よかった、よかった。じゃあ一安心だね。あ、でもね、前のライブの時にね、あ、そうだ、ライブの時に私のこの夢ね、夢の話でいっぺん通信切れちゃってんですね。あの夢のね、話はね、まあまあ、もうね、ここが夢で見たんですよ。ライブの当日の朝の夢でね、ここが4桁になってる夢見たんですよ。やったーってね、もうモチベーション上がってる夢だったんでね、ほんとつらかったな。まあそんな感じなんですけどもね。さあ、ここも、誰で行きましょうか。あ、大崎さんだね。大崎さんで78だね。はい。で、治水が下がってから、治水誰にするのかっていうと、鈴木さんだね。鈴木さんで44。はい、余計お考えにござると。さあ、これで、秋、7月秋ですよね。あれ？あ、秋9月だ。あ、もうダメだ。もうダメだ。あ、もう日本の季節がわかんない。あ、もう日本の夏っていうのがわかんないね。緊張さんに言われてもわかんないようになっちゃうわ。え、何月それってなっちゃうね、私。あー、7月が秋だと思ってた。あ、ちょっと待って、7月秋？あ、7月秋は三国志じゃない。そうだ、7月の秋は三国志だ。あー、また三国志のなってたが。じゃあここまで来たらそんなに焦ることはなかったんだね。でも、治水はやっときましょう。みっちゃんでね、45。はい、と。まだ洪水のね、影響を受けたことはないんですが、秀吉さんで93でいっときましょうと。で、さらに治水をやって、信忠君でお願いしますと。79か。はい、と。これなんか三つどもえになってきたような気がするんですけどね。本能寺が起きるか、日本制覇してしまうか、そして誰もいなくなったになるのか。なんかね、あ、でもこれじゃあ一番今これね、オッズ出すとしたら多分ね、全国制覇が一番オッズ低いと思いますね。あ、そんな感じがしますね。さあ、大崎さんで81と。はい、と、余計お考えですと。
お、誰かに会ってたんだね。ちょっと今見えなかったけど、私別のとこ見ちゃってたね今ね。さあ開墾竹中浜、あ、私がやりましょう。で96出して、で、治水で半兵衛さん、はいと。もうめっきり武将が流れ込んでこなくなりましたね。どういう感じになるんだろうね、ほんとこのままいっちゃうと。あ、疫病か。あ、遠江で疫病ね。伊勢市、伊勢市も前も出てたね。丹後若さ、あら、讃岐、あはい、39、あ、35でいいです。山城は35でね、民も喜びますると、丹波は39でいっておきましょうか。民も喜びまするとこれさすがどうなんだろう。税率が良かったら人口、人が集まってきて人口増えたりとかないのかな。いわゆる民の幸福度をね上げるっていう、そういうことにはならないのかな。あ、人口も増えてますね、うん、若干。ね、何パーとか前は4500人だったと思うんですけど、4500いくらだったと思うんですけど、4630人まで増えてますもんね。春に増えるのかな、自然増なのかな、これはよく分かんないんですけどね。今ちょっとね、今じゃないんですけど、シティーズスカイラインをねやった時は、まあああいうシムシティ系は、てかシティーズスカイラインってまんまシムシティだね。あれいいのかなっていうぐらいな感じがするんですけど、まあそっか、うん、あれを規制するわけにはいかないわね、あのシステム自体はね。あれをゲームで規制しちゃうと、うん、だってあれ、ま、うん、国の起こり方だもんね、うん、起こし方だから、それはまあまあ、うん、でもやった時思いましたね、ああこれまんまシムシティじゃないって思っちゃったね。じゃあやっていきましょう。ちょっとね、また余談をしてしまいましたけど、秋、秋になっちゃったけど、商業。商業に、ああ、乾燥までいきますか。じゃあね、畠山さん、あなたでやっていただこう。30。商人たちも喜びますよ、と。足らないのかい？おー、信夫さんならお願い。信夫さんで20。おう、あ、カンストした。畠山さんじゃダメだったか。じゃあまあこんなもんで。あ、兵糧、がっつりは来なかったね。あ、もうこれさすがに売りましょうか、兵糧ね。誰で売りましょうか。斎藤さんで 0.8 安いね。500売っちゃいましょう。で、あ、ちょうど兵糧がいい感じだね。さあどん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 商業に、この町投資だね。明智のみっちゃんで78、はいと。この丹波は人があんま増えてない気がしますね。1500人台、うん。あ、これだからいる人、自然像って考えるんだったらいる人口に何割かかけることになるのかな。何本か係数かけるような感じになるんでしたら、まあ人口少ないところは少なくしか増えませんね。あ、だから山城は4500人もいるから、うん、自然像もでかいのかもしれないですね。じゃあどうしましょう、町投資ね。大崎さん81ね。ちょっとね、一つ見ていきたいことがあったんですけど、これでね、属国領地の一覧見てみましょうか。越後は上杉景信さんでいいのかな、これ。100、金少ないね、兵糧も少ない。石高は286じゃつらいね。商業264。つらい。あ、人口多いね。で、武将2人の兵士57。で、神津家、上田さん。210、まあ、この辺はいいですか。あ、220の150、悪いね。人口2135と。あ、141も兵がいるんだね。で、武蔵、遠山さん。あ、兵糧すごい、619もある。あ、石高高いし、商業そこそこ。あ、ここいいですね。武蔵は、あ、でも武蔵ちょっと頑張ってやってたもんね。で、阿波。あら。勝山さんでいいのかな、これ。
ああここもここ痩せてるなあ。でシナの、あ、ぬくいさんなんだ上州。おお、私がしたのかな。ああ300超えて227か。で、うん、タミ中世ってあんま良くないね。67とかあるもんね。ああ、で、貝は？あかねと兵糧、ここら辺は結構ちゃんとあるね。でも、商業、極高良くないね。で、相模高野さん。うわー、ここすごい。818の、ああ、ここ小田原城のとこだわ。ちょっと金持ちすぎの武将11名。謀反起こされたらどうしよう。はい、松田さん。伊豆ね。人口693桁だもんね。で、駿河さん。あ、駿河さん。駿河ね。松田さん。ダメだね、ここも。まあ、商業200超えてるのはまだマシか。で、これは沖津さんでしたかね。沖津さん多分いいと思うんですね。トトミ。うわ、トトミすごいぞ。極高商業ないのにこんなに溜め込んで何してんのと。ノット。武将8人もいるね。ノット。あ、神保さん。悪いね、ここも。越中。あ、おささんね。580結構あるね。420の。でも国自体は良くないんだよね。で、飛騨。こんだけか。594人。で、加賀。良くないね。民の中世でいいけどね。で、越前。越前、兵糧めちゃくちゃあるわ。でも国自体はそんなに豊かではない。で、美濃。で、石沼さん。美濃は、そうだ、結構頑張ったんだよね。でも全然伸びてないね。頑張った頃から。尾張。尾張は、尾張、ここだから930までいってる。生涯844。あ、そうか、尾張パラダイスにしたからね。で、三河もパラダイス。三河もパラダイス結構途中で頓挫してるね。で、近江も、兵糧、すごいね、金と兵糧、後藤さん。でも、国自体大したことないんだよね、どこもね。これ山城ね、814。商業999。大和。摂津。で、丹波だね。やっぱ、移民はあれだね、サボっちゃうんだね。そんな感じがしちゃうね。もう、基本の数値ぐらいしか上がらないっていう感じだね。賛美結構、兵は多いんだけど、これ攻めに行かないのが、本当攻めに行かないのがいいよね。攻めに行っても不思議じゃないぐらいの兵数なんだけど。こんな感じですか。さあ、じゃあね、見ていきましょう。まあね、平和なのはいいことですよ、本当ね。じゃあ開発しましょうか。もう開発者がすることないんでね。お金余っても困るんでね。私が99。はい、と、余計お考えにござると。で、治水もガンガンやっときましょうか。秀吉さんで、45ね。はい、と。で、ハンベイさん。ハンベイさん、築城もできるのか、これ。築城。築城しましょうか。鉄壁にしましょうか。ここ。ハンベイさん、はい。53。城がより、健康になりましょうと。築城いいね。小田原城以上のもんにしてやろう。と思ったらいきなりね、謀反起こされてどうしようと思うんですけど。はい、しなので、井本さん、豊忠さん。はい、いいでしょう、どうぞと。モーリさんね、ガンガン来てますね。さあ、
さあじゃあ秋になったのでこれですね、84でいいなのかな。はいと、丹波はまだまだ、おお、丹波はまだ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 開発の余地ありそうですね。もうこちらはいっぱいになっちゃいましたけど、さあ極高上げにかかりますよ。それでもまだね、信忠さんでもいいか、99だね。はいと、はい、収穫楽しみでござると。一応信長さんは82年までは行きますよね、寿命でもね。さあ開墾と、ああ私が生きるんで102。はい、うわ極高も900超えちゃった、で、じゃあ次は築城秀吉さんでね、56。これも3の倍数なのかな。いやでもこれはなんか治水と同じような感じがしますね。なんとなく雰囲気だけで言ってますけど、はい、こっちは町投資しましょう、大崎さんね、87でいいのかな、うん。あ、小原さんガンガン、あ、お、捕まえた、あららら、でかしましたね。え、またキルと逃がすになってる。これは逃がしましょうかねえ、切って弱体化させたらまずいわね。え、もう切ることしかできないの、飯抱えたりできないの。今私ひょっとしてこう大名、一大名の中に持てる武将の数って決まっているのかな。うなことないよね。ガンガンね、うなくなるとこうなくなりになってますからね、一気にね。みっちゃん、87だね。あ、違う、6だね。いや、7だね。はい。お、もう時間来ちゃいましたね。あー、とうとう1週間では片付きませんでした。信長の野望、戦国群雄伝、目指せ本能寺の変ですが、本当に本能寺の変来るのかどうか、わかりません。わかんなくなってきちゃいました。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。